どうも、皆さん、こんにちは。こんばんは。ぜんざいです。今回はですね、こちらの、サンズ・オブ・ザ・フォレスト。こちらを遊んでいこうかなと思います。で、一応、マルチも対応してるみたいなんですけども、とりあえずシングルプレイヤーですかね。で、新しいゲーム。で、難易度ですかね。難易度は、とりあえず標準でやっていこうかなと思います。始まりましたね。スチームの商品ページを見てみると、どうやら、大富豪が行方不明になったって書いてますね。で、その大富豪を、見つけるために、主人公たちがこうやってきたということみたいですね。結構大きい。島なのか。で、僕は前作を途中までしかやってないんで、この島がその前作と同じ島なのかどうかっていうのはちょっとわからないんですけども。あ、動かせる。仲間が3人か。操縦士と。あ、で、これがその、行方不明になった人かな？エドワードさん。年齢が63歳。で、パフトンかな、パフコーポレーションの CEO って書いてますね。ウィークスミッシング31ってなってるんで、もう31日間連絡が途絶えてるということですかね。で、アザーファミリー。これだ。バーバラさん。奥さんかな？年齢が60歳。で、娘さんですかね。年齢が20歳。あ、で、これが、この島のマップかな？マップというか地形というか。これで？なんか事故りそうですよね。ファイト。デモンズ。あ、撃たれた。なんか、撃たれた後ですね。あ、事故るとは思ったけど。うわ、どうなってる？おい。あ、ちょっと。あ。もう一人は。結構高いよ。女性かな？男性？なんか変わった銃でしたね。でもとどめは刺さないんだ。女性かな？
あ、鹿がいる。とりあえず、あ、こういうの開けていこう。いい長押しかな。いい長押し。なんだ。あ、薬かな。では、ダクトテープ。あ、一人生きてる。大丈夫か？これ端っこに乗ってた人かな？パニックになってるけど。うわ、なんかもう目の焦点が。あー、耳から血が出てる。大丈夫か？ついてこい。D で。手に入れよう。棒。棒って書いてあるかな。あ、石、丸太、魚。また？ここに落とそう。あ、指示を出せるんだ。渡して、ついてこい。ここに落とそう。作ろう焚き火。切り開こう。とりあえず、うん、ついてこい。あ、主人公左利きだ。あ、もう、あれなんだ、耳やられて聞こえないから、メモで指示を出すんだ。あ、鳥！あー、くそ！まずこの辺開けていこう。鳥！あ、あ！今はダメだった。当たったような感じがしたんだけど。これは？ C4 爆弾。インベントリを開くには、I。おー！前作より立派な袋ですね。マットにアイテムを追加で、それを開く、組み合わせる。これかな？これを？開く。で、道具をクリックで、開く。お。これなんだ？ GPS。と、タクティカルアックス。と、ライターとガイドブック。GPS トラッパーを装備。チーム B を探す。3分の0。あ、これがマップなのかな？はいはい。ちょっとインベントリー。タクティカルアックス。あー、結構こっち側にもあるんだ。バックパック。おお。斧は木を切ったり、敵を解体。敵を解体するのに使える。これは、制作の基礎を学ぶ B。 あ、ガイドブックだ。テントを作るにはこれなんだろう。なんか布生地みたいなのと枝だ。布生地みたいなのを引いて、
枝を角にこう立てるんだ。で、両サイド立てて、こう休める場所を作るってことだ。基本的な火。枝とライターか。枝を折って、折った枝が4本かな。で、キャンプファイヤー。消えにくい炎。あ、なるほど。さっきのその枝4本に、周りに石を置くんだ。すると消えにくい炎。松明が、枝と、これ布かな?とライター。頭蓋骨。はいはいはい。ああ、なんかこんなんありましたね。あ、で、下に石を置いて、ちょっと強化の建造物だ。フェンス。ちょっと待ってよ。で、マップ、GPS、あ、しまって。新しい制作レシピが、インベントリで使用可能。どれだ?枝で?あ、松明。手作りのコンボはドクロがいるし、あ、手作りの槍作れそうですね。あともう一本枝があれば。これは?炎。エリンギゲット。あ、これで。あ、これで。手作りの槍。ナイフと、これかな?ダクトテープ。と、枝が2本。これで?結合。お!早い!おー!これ装備。おー!あ、で、投げることもできるんだ。いいですね。斧に戻すには?あ?インベントリボタン長押しで。なんか一番とかに設定できないのかな?バックパックで。あ、できないのかな?ライトカラー。あ、光らせることもできるんだ。ええー。あ、紫にしよう。じゃあ切り替えるには、アイキー長押しして、あ、で、こんな感じで変えるんだ。はいはいはい。お!金ゲット!あ、これあれかな?このテント作るバッテリーと、タープ。エナジードリンク。回路基板。鶏の肉とかは?取れない。あと、アタッシュケースないかな?あったと。ワイヤーとバッテリー。
こんなもんかな。うさぎ。ああ、難しい。新しいレシピ。どれだろう。小石で石の矢か。でも弓がないから、弓矢が、あ、でもロープがいるんだ。あ、じゃあとりあえずそのテント作ってみようか。この辺に。これだ。まず、あ、これか。これを装備して、置ける?この辺に?置けない。あ、こうして。あ、で、これ矢印出てますね。これどうしたらいいんだろう。クリック。あ、なるほど。で、反対側も、あ、これでも一応できるのかな。こっちも上に上げて、おー、とりあえずか、あ、水飲んでるあの人。ちょっとセーブしよう。じゃあ、あの人になんか作業させたい。建物を作るには?フェンス、床。床を作るには丸太かな?丸太。丸太を、で、四角を作って、その中に、丸太を割ったやつかな?ここを敷き詰めていく感じですかね。普通の壁。まあ、さっきのその床に、あ、こんな感じで丸太を乗っけていくんだ。で、ドアは、その乗っけたこの丸太を切り抜く感じですかね。え、こんな感じで作るんだっけ?あれ?なんかまとめて作れなかったかな?で、窓を作るには、この部分的に切り抜くんだ。段差。あれ、なんか前みたいに、まとめてバーンって作れないのかな?モード切り替え。あ、これだ。じゃあ、丸太小屋。これを、丸太75。あ、罠とかもありますね。とりあえずまずこれ作りましょうか、じゃあ。丸太小屋、でかい。とりあえずこの辺に、作って、これで、あ、ツインベリー。作ってくれるかな?作ろう。あ、構造物を完成させる?お。
ってくれるのかな。あ、ちょっと待って。一回ついてこさせて。この辺にキャンプファイヤー作っ、おー、おいおいおい、それは。焚き火。焚き火を。とりあえず簡単な、おお、あ、すっごい。ありがとう。すごい。じゃああれも作ってもらおう。あ、待って待って待って。これだ、構造物を完成させる。手洗わなくて大丈夫かな。水は大丈夫。よし。おお、やってるやってる。おお、おお、すごい。丸太担いで、ああ、じゃあこの人に作ってもらってる間、他になんか、あ、でも床欲しいな。あ、ツリーシェルターとかあるんだ。床とかはあれなのかな？モード切り替え。で、これだ。丸太4つ。で、まず囲って。どうの？キノコ、エリンギ。うわ、この木のすっごいリアル。よし、やっぱり、おお、よしよし。あ、今なんか線出ましたね。捨てるときはこれで、あ、これで半分に割れるんだ。とりあえず床を作ろう。あー、鹿がいる。この辺かな。この辺に床を作るには、あ、こうか。こうして、こうか。いや、これ結構大変ですよ。味方がいるとはいえ。部品を取り除くっていうのもありますね。Cキーで。
こうして、なんだ、あ、丸太か。こうで、ここにその割れたやつを、こうですね。おー、すごい。これ、あ、勝手にやってくれるんだ。はいはいはい。取り除くっていうのは、Cキーを長押しかな。こうだ。あー、なるほど。はいはいはい。よし、じゃあ、頑張ろう。頑張って、まず、チームを探せって言われてるけど、まず住める場所を作ろう。高原を装備するには、L。いやー、でも暗いなぁ。あ？もう出る？変な鳴き声したけど。動物の鳴き声なのか。あ、鹿倒したいな。あ、うさぎ。あー、無理だな。あ、やばい。お腹が空いているって出てきましたね。ちょっと待ってよ。暗すぎる夜。なんか料理とかは？あー、ちゃんと光ってる。これ葉っぱか。肉をもや、あ、肉ないもんな。とか、さっき鳥は倒したけど、羽しか取れなかったですもんね。待てよ。飯がないぞ。疲れている。シェルターは作った。あ、じゃあ寝よっか。とりあえず一眠りしよう。で、お腹が空いている。待って。死なない。どこ行った？うわぁ。あ、喉も渇いている。あ、喉は、川の水を飲んで、大丈夫なのかな？川の水で。あ、魚！よーし！
いるいる、魚いる。あ、泳いじゃうとダメなのか。それか、槍を使って。むず。まあいいや、とりあえず魚1個取れたから食べよう。お、あー、なるほどね。まず葉っぱを投げて火力を強めて、で、魚を、あ、そんな感じなんだ。あ、来た来た来た。これで、おー、うわ、そんな感じそんな感じ食べるんだ。よし、でもとりあえずお腹は膨れたぞ。あのウサギとかもな。いや難しい。来て、こっち来て。いや罠がないとダメか。止まってる。あー、外した。難しい。よーし、剥ぐときは？皮と？うわ、なんかすっごいリアル。これ、水のあれでちょっと見えないけど、すごくリアルに入れますね。あの人は建築頑張ってるから。あ、見えない。あー、逃げてったよ。とりあえず夜通し頑張って、今こんな感じですね。じゃあ、なんか他に、あ、この辺作っておこうか。棒の保管庫。ああ、待って、いる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 。木に登ってる。当たったよ。
あいつ自分で死んだんじゃない？来ております。この装備、後ろいるよ。あ、まだ大丈夫。普通に歩いていったけど、こいつ自分で多分なんか木から落ちて死んだんじゃないかな。あ、待って、パイパイ出てる。これ、お尻も、ちょっと待って。これ持っていけないのかな？持ってきて。これも前と同じで、燃やせるのかな。うわ、リアルすぎるな。あー、燃える。うわ、これは鹿の肉か。燃やしとこう。ああ。うわあ。待って。手の形の骨とか。これで。弓が作れないから、あ、装備もできるんだ。装備もできるけど、骨の弓矢ってよ。鎧になるのかな。あ、違う。で、お肉取って一個焦げちゃった。あ、大丈夫か。食べよう。あ、やっぱ焦げてたかな。大丈夫かな。早速出てきたか。よし。で、石の保管庫。この辺に。よーし。おー、いいね。ちょっと待って。魚。うわー、むず。よしよし。オッケー。働いてる。なんか干すやつとかないのかな。
丸太の保管庫、骨の保管庫。あ、これだ。乾燥。これ、いやー、これ床もうちょっと広げないとな。でも、このサイズも結構大変でしたよ。丸一日かかってますからね。とりあえずじゃあこの辺に。で、魚。はい。OK。あ、鳥小屋とかは？あ、道とかも作れるんだ。あった、鳥小屋。どっかこの辺に、あ、よし。枝。鳥小屋完成。これで？あ、金取れましたね。よーし。で、あとは、ガーデニング。これだ。動物用の、あ、魚もあるんだ。まずこれかな。鹿いる。あー。どうしよう。この辺に仕掛けてみよう。お、あとは？来た！完成しました。これどうやって、あ、普通に押して入るんだ。うわ、狭っ。狭いね。あ、で、窓を作るには、あ、自分でこんな感じで切り抜くんだ。ここ窓にしよっか。なるほど。じゃあここに、寝る場所は、あ、これか。このベッド。うわ、狭いね。狭いけど仕方がない。頑張ったからね。ちょっと休んでもらおう。お肉も乾燥させよう。よし。ベッドは？あとダクトテープか。OK！ できました。あ？これは行方不明の。しょうがなく、待って、体おかしいぞ、お前。足何個ある？バグなのか、それともそういうものなのか。ねえ、なんか俺、誘導されてないですか？大丈夫？
だってこれ以上言っていいのかな。攻撃してみよっか。ダメだ、俺もう疲労が溜まってるから。デビルズクラブで、とりあえず逃げよう。逃げようじゃない、帰ろう。違う。よし。と眠りし、これいつ目覚めるんだろう。今何時だ。お腹が空いている。あ、夜かな、まだ。あれ、行方不明の娘さんっぽかったですけどね。はい。そうですね。では今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。